レナンバルディーニブレスさんは、ブラジルサンタカタリーナ州、トゥバロン出身のベラルーシ代表サッカー選手、EC ジュベントゥージ所属。ポジションは、攻撃的 MF。2007年4月、ベラルーシの FC、ホメリエカニュー。2010年1月28日に、競合の FC バテ、ボリソフに、クラブ初のブラジル人として移籍。移籍初年度の2010シーズンでは、 エラルーシプレミアリーグで15得点を上げ得点王を獲得し、最優秀 MF に選定された。2012年10月2日、ホームで行われた UEFA チャンピオンズリーググループリーグ第2戦、FC バイエルン・ミュンヘン戦では、後半のアディショナルタイムに得点を上げ3から1での勝利に貢献した。2012年11月下旬。 ロシアプレミアリーグ所属の FC アラニアウラジカフカスと契約の合意に達した。10月17日、クラブの給与未払いを理由に契約破棄を表明した。2014年1月15日にカザフスタンの FC アクトベト2年契約を締結するが、3週間後にクラブとの双方合意に基づき契約解除となった。2月10日に FC アスタナへ加入し、 半年間プレーした。8月2日、プリメーラリーガのリオアベフシーへ2年契約で移籍。同月24日の GD エストリルプライアー戦では1試合、4アシストを記録し、チームを5から1の勝利に導いた。2016から17シーズンより、キプロスのアポル FC と2年契約を締結。2016年7月19日の UEFA チャンピオンズリーグ予選。 ザニュー・セインツ FC 戦で、トーマス・クリスティアン選監督により途中投入され、加入後初出場となった。11月6日のカルミオティッサ FC で、前半19分にファクンド・ドベルト・グリオとの交代で、ピッチに立つと、自身移籍後初得点を含む1ゴール1アシストを、記録し4から1での勝利に貢献した。2017年1月12日、GD ・シャベスと契約し、 半年でポルトガルへ復帰。シーズン後半戦で公式戦、合計18試合出場5得点の結果を収め、5月に3年間の契約延長が発表された。2018から19シーズンを終えると、有効的な形でクラブとの契約を打ち切った。2019年9月にブラジルセリエ B のクイアは EC へ加入し、13年ぶりに母国リーグへ舞い戻る。 しかしデビュー前のトレーニング中に膝を負傷したこともあり、シーズン終盤3試合の出場に止まった。2020年2月3日にパラナ・クルーベへ移籍すると、レギュラーとしてシーズン30試合以上でプレー。しかしクラブはリーグ18位に沈み、セリエ C への降格が決定する。2021年2月に放出され、セリエ A 昇格組である EC、ジュベントゥージへ加入した。 2009年7月、ベラルーシ代表でプレーする準備ができているとインタビューで語った。2010年12月中旬にベラルーシ国籍を取得。2012年2月29日、モルドバとの親善試合でベラルーシ代表デビューを果たした。2012年8月15日、アルメニアとの試合で A 代表初ゴールを記録した。ロンドンオリンピックでは、 U-23 代表に選出され、2012年7月29日に行われた母国ブラジルとの試合には3の1で敗れたものの、前半8分に得点を挙げた。ありがとうございます。